どうも、望月です。いやー、実はこっそり自分用のグッズを作ってたんですけど、グッズ作ったなら販売するのかって話ですよね。私思うんですよね。無名状態って販売してさ、売れなかったら辛くね。いざ、グッズ販売しました、皆さん買ってくださいって宣伝したとして、購入者ゼロとか、まあ辛いですよね。いや、するんですよ。販売するんですよ。ちょうどキリもいいじゃないですか。登録者500人、ありがとう記念。いいですね。ほんとちょうどいいじゃないですか。でもこの動画見て。お、グッズか。どれどれ、ちょっと見てるか。って気になる人が見てくれたとして、いざ蓋を開けてみたら。3000円 !5000 円高すぎんだろ、ふざけんなよってなりますよね。わかる。私としても、自分のグッズを持ってくれてる人が増えたら嬉しいから、なるべく安くしたいっていう気持ちはあるんですけど、個人のグッズだからどうしても高くなるんですよね。なんで個人だと高くなるかっていうと、グッズを販売するのは大きく分けて2つ。自分で在庫を持つタイプと、工場で受注生産をして、全部お任せするタイプの2通りがあります。この自分で在庫を持つタイプは、例えば、100個ホニャララ園とかで生産を依頼する。それをまとめて自分の元に送ってもらって、自分の家で管理する。そして注文があったら、自宅や事務所から購入者に直接発送する。このタイプだったら、一般的に個人が販売してる価格よりかなり安く販売できます。理由はですね、受注してからの生産じゃない分、工場側は一気に作って、販売者に送って終わりなので、最初の制作費用と送料だけで済むんですよね。ただこれにはリスクがありまして、例えば事務所とかがない場合は、当然自宅の住所バレますよね。誰かに物を送るなら自分の住所が来ますし、他にもリスクがあって、在庫抱えて売れませんでしたってパターンですね。赤字ですよね。だからこのパターンは基本的に、たくさん売れる見込みのある有名人や企業の方が取る方法って感じですね。私みたいに細々やってる人間は、一つの注文があってから工場に作ってもらって、それを工場から直接発送してもらう。それしかないんですよね。だから個人 VTuber のグッズって高すぎ新作って思う方も多々いると思うんですけど、無名の人ほどグッズが高くなるのは致し方ないことなんですよ。だからグッズ販売って勇気が。うるせえ、それでも待ってくれてる人がいるんだろ。あなたは買いたいって思う人が一人でもいるなら、場所を作るのが活動者だろうが。それはそうですけど、あなたは一体。望月莉子、チャンネル登録500人記念、調節グッズ販売始めました。みんな買ってね。あなたは一体誰なんですか。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっと高いかもしれないけど、ブースにてグッズの調節を開始しました。もしよかったら買ってね。詳しくは概要欄から。それじゃあまたね。